今週は大腸カメラです。もうそのことで頭がいっぱいで、朝ドラの話できるかな？検査も嫌だけど、下剤を飲むのが嫌なのです。飲んで、出してを繰り返すんでしょ。そんな原始的なやり方しかないのかな？腸をきれいにする機会があってもいいと思うのですけど。ああ、考えただけでも落ち込んでいきます。寝てる間に終わらせてくれる病院を選ぶんだった。後悔しております。はあ、朝ドラの話をしますか。安子。嫁と姑っていうか、安子の物語が苦しすぎて、見ているのが辛いです。なので、話をそらしましょう。類編ですが、いつからでしょうね。類の物語は、昭和30年代の大阪から始まるそうです。どうも、安子のことを嫌っているようなのです。ジャズが好きな女性なのかな？小田切城さんが、ジョーとして出演されるそうですね。朝ドラの定番、喫茶店も登場するようです。ん？世良さんは？岡山から大阪に移って、喫茶店のマスターってことはないですよね。となると、世良さんの出番は、もうないのかな？で、類編はいつからなのでしょうか？その答えですが、わかりませんでした。年末年始あたりになるのではないでしょうか？というのが、大半の予想のようです。あまり調べすぎると、ネタバレ記事を読んでしまいそうなので、軽く調べただけなので、詳しい情報は出ているのかもしれませんけど、今回はこの辺で撤退ということで。